はい、こんにちは。こんにちは。なあ。はい、タカさん。まあ、優勝争いも、佳境に入ってきて、はい、まあ、タイトル争いもね、プロ野球だから、はい、で、気になると。まあ、チームの行方もですが、まあ、個人タイトルも、そうだね、気になるよね。気になる時期ですね。うん、それで、はい、一生に一度しかない。というのは、新人王は、誰の手、はい、ということで、今日はちょっと話していきたいと思いますが、まあ、今年の新人っていうかルーキーの活躍っていうのもすごく目立っていて、頭抱える問題でもありますよね。だからパッと書いてるのが4人しか書いてないんだけど、はい、他にもいっぱいいるんだよね、はい。まあ、例えば阪神の中野とか、そうですね、もうあのファインプレーだけで新人を上げてもいいぐらいの、うん、スーパープレーをした、ね、中野とかもいるし、はい、まあ、なんかあのルーキーということではないんですよね、うん、この新人王っていうのはね、まあ、そうだね、権利を持ってるかって、はい、まあ、奥川なんか書いてるけどそうだよね、はい、中日の根尾選手とかも、あ、まあ、権利を持ってるよ ね、持ってたりだとかするけども、はい、言ってもこの4人にちょっと絞らせてもらったという、はい、やっぱり成績見ても、うん、インパクトにしてもやっぱこの4人だと思うんだよね、はい。で、中野書かなかったのはちょっと成績的には物足りないかなっていう、この4人に比べるとね、まあ、こう記憶に残っているプレーなんかはたくさんありますよね。いや、本当に、やりながら成長ものすごく遂げてる選手だしね、だから、まあ、この仲間にも入れてあげたかったんだけど、はい、まあ、ホワイトボードの関係でちょっと漏れたというね。まず阪神の佐藤選手、はい、ね、新人左打者としてのホームランを最多本塁打を75年ぶりに更新したという、はい、これはもう素晴らしい記録だし、はい、球団新人最多本塁打、はい、これ田淵さんが22本だったのを、今現在では超えてるという、はい、いうことで素晴らしいんだけど、うん、佐藤の印象は、うん、やっぱ53打席ノーヒットだとか、まあ、ちょっと違う方の記録も作っちゃってますね。三振もそうだよね、うん、春先なんかもう 大本命、はい、ね、もう他に追随を許さないんじゃないかっていうような、でもそのままタイトルも取っちゃうんじゃないかって何かのタイトルをっていうぐらい良かったんだけど、はい、ちょっと失速がちょっと気になる、うん、これは記者投票だけに印象ってすごく大切なんだよ。これが今終盤にこうなっている状況で、うん、逆だった場合はまたそれも印象変わりますよね。春先、そう、春先にちょっと、ね、不振が続いていて、うん、終盤すごい記録を作っていったよっていうと、また全然、いや、それは全然印象は違う。同じ数字だとしても違ってくるということですよね。でも春先にそういう成績だったら多分使われてないけどね。まあそうですね。まあだけど本当に逆転をすれば、うん、非常に印象はいいよ、はい、次に広島の栗林、はい、10試合連続セーブ、ね、新人最多、はい、これは山崎康明が持ってた記録をね、はい、DeNA の、うん、はい、抜いたんだよね。9個だったのが10試合ってことで、はいはい、で28セーブは球団新人新記録という、はい、まあ、長川が持ってたんだけど、うん、その記録を、まあ、更新したと。まあ、すごいよね、これ、まあ、佐藤もそうだし、栗林もそうだけどさ、うん、ルーキーが球団の記録を抜いてしまうという、だから栗林なんて安定してるしさ、うん、まあ、防御率に至っては、いまだ0点台を誇ってるという、うん、それとなんて言ってもオリンピックの印象がものすごく強いよね。やっぱこの新人王っていうのは、このシーズンのリーグの中での活躍だと思うんですけど、もちろんやっぱそのオリンピックなんかも、いや、人の印象って対象になるのかなってちょっと素朴に思うんですけど、まあ、悲願の金メダルだったしさ、うん、そこに大活躍をしたという栗林はその印象は取り除けないと思うよ、うん、もうシーズンだけで、シーズンだけでも素晴らしいけどね、はい、防御率が0点台だし、だからすごいこの記録も作ってるし、うん、だから栗林っていうのはすごく印象がいいし、うん、人としてこうなんか実直そうな人に好かれそうなそういうなんかこう態度だとか、はい、まあ、性格もしてるんじゃないかなっていうような気もするよね。それもこう選考には関わってくる。人がやっぱ選考するわけだから、はい、それは選考の対象になる、はい、ね。で続いては DeNA 牧、はい、すごいね、ここに来て。だから、ね、
まあ、春先もすごかったんだよ、うん、でもここに来て一段とギアチェンジしてぐーっと来てんのが牧で、はい、だから佐藤とは対照的という、うん、で打点も佐藤がずーっと言ってたのをもうひっくり返したからね、うん、でホームランも今現在で21本打ってるという、はい、いつの間にかっていう感じですね。いつの間にか、うん、で球団新人最多安打ね、はい、を記録62年ぶり、はい、桑田さんっていう人が持ってたんだよ、はい、117本かなんかで、はい、それを今現在で120本打ってるという。そうですね。で桑田さんも中央大学、はい、牧も中央大学、はい、豊さんも大も中央大学、はい、ということで、まあ、先輩の記録をね、はい、破ってったという。中央大学はアンダーを打つんですね、まあ、結構ね、はい、のびのびやるからね、うんうん、その環境は今でも豊さんの頃でもあんま変わらないんですかね。でだいぶ雰囲気は変わったと思うけど、うん、でもまあ伝統的なものは残ってると思うよ、うん、でももうおじさんみたいな顔してさやってるけど湯飲みが似合いそうな、なんか見てると落ち着きますね、うん、でもまあ本当頼もしいよね、はい、うん、牧がいなかったら DeNA どうなってたんだろうっていうような、うん、そういう思わせるぐらいのもう活躍をしてるというか、ね、特に最近の活躍うん、はい、で最後にヤクルト奥川、はい、ここに来て素晴らしい成績、まあ、素晴らしいよね、はい、まあ、ローテーションというのは入ってないんだけど、うん、まあ、10日に1回だとか、まあ、高津監督もね大事に故障しないように、まあ、使ってるんだけども、はい、それでも打たれるときは打たれるけど、うん、奥川はその起用に十分応えるだけの成績を残してると、はい、で47回3分の2無四球、はい、ね、延べ170人に対して四球を出してないという、うん、これすごいことなんだよね。で現在8勝してるという、なんかこうねそのフォアボールなんかのことに触れられがち、8勝って素晴らしいですね。いや8勝ってすごいよ。で優勝を狙える位置にいて、それもローテーションに入ってなくての8勝っていうのはすごいですね。投げたら確実に勝ってくれるって言うんだよ、うん、でカードの頭に必ず行くという、うん、でカードがフェレット顔ものすごい可愛い顔して打者に向かっていくという、はい、例えばヤクルトが優勝して、うん、10勝したら本当に分かんないからね。そうですね、うん、まあこの4人に絞られてきてると思うんだけどね、はい、まあ、豊さんの中では1ヶ月前だったり半年前だったり全然違う予想だったかもしれないんですが、今の予想先にじゃあ今の予想言っちゃう。はい、でその後にじゃあいつはどうだったか教えてください。はい、いいよ。それでは豊さんの予想は誰でしょうか。じゃじゃじゃん栗林、ごめんね牧、悩みましたね。これはね悩んだね、うん、これ悩んだ理由っていうのはさ、はい、まあいろいろあるけども、うん、まあ、やっぱそこですか、うん、栗林投手。そうだね、さっきも言ってたように春先とかこう、うん、序盤、うん、夏ぐらいまで、夏くらいまでですか。夏手前ぐらいまでだったら佐藤だよ絶対に。絶対に、うん、牧、うん、は、はい、やっぱ押されたよね、うんうんうん、佐藤に、はい、でここのところを盛り返してきた、はい、ただ牧はね休んでる期間もあったんだよ、うんうん、まあルーキーだから休ましたっていう経緯もあってさ、はい、ちょっと試合に出なかった時期もちょっと、はい、状態が悪い時にね、はい、少しあったんだけども、でもまあ盛り返した、うん、まあ、新人としては素晴らしいよ、はい、素晴らしいけどもちょっと休んだ時期があって、で栗林っていうのは、まあ、抑えのピッチャーだから、まあ、引き分けか勝ちでしか出てこないんだけどね、はい、でも確実に出てくるという、うん、それとオリンピックの印象がものすごくインパクトが強いわ、うん、だこれはね、拭えない。なるほど、拭えない。それに見合うちゃんと結果もついてきてるということで、うん、そういった身のバランスを考えて、うん、豊さんの予想は栗林投手ですか。栗林、ごめんね牧ということで、はい、申し訳ないけどもやっぱ栗林の防御率もやっぱこう春先からずっと安定してきた、うん、状態を保ってる栗林やっぱ素晴らしいと思うし、うん、取ってる現時点ではまだちょっと一歩出遅れてる感じはするかもしれないけども、うん、10勝してチームが優勝したらこれは本当にわからないということ、
もし、それこそ本当にこのままヤクルト優勝して、10勝してなおかつ無四球の記録も伸びてみたいになってくると、いやそうなった時は奥川投手かなみたいな感じですか。まあそうだね。いや、やっぱ栗林だよ。おそれでもやっぱ栗林。ただこう印象的にはチームの成績がこう投票する人に加味されていくとちょっと分かんなくなるよね。あのそれはやっぱり個人のタイトルとはいえチーム成績っていうのは左右されるものでやっぱりさ勝ちに貢献したっていうのはでかいわけよ。なるほど。だから栗林はそのなんていうのあんまり勝たないチームだけどセーブ数は上げてるよね。難しいですね。いやだから難しいんだよ人が投票することだけに、はい、だから難しいんだけどもあのまあ栗林が一番妥当なところかなっていう、まあ妥当で申し訳ないけどね動画撮りながら、はい、でも佐藤はもったいないことまだ分かんないけどね。そうですよ。でも佐藤選手がこれからあの春先のような活躍がまた再び訪れて牧選手も止まらなかったら、これはちょっとまたいや牧が新人のこれも桑田さんが持ってるんだよ新人の最多本塁打、清原と一緒に並んで、31本、はい、ここに並ぶか抜くかすると牧を持っていくだから、まあ、本当皆さん可能性は十分にあるということで、うん、その中でも一歩抜けているのが半歩だな半歩、半歩抜けてるのが栗林、はい、ごめんね牧という、はい、でも2番手につけてるのは牧だからねまあ頑張れ我が後輩よ最後まで諦めないで頑張るんだ、半歩だからね半歩だから、はい、ね、はい、っていうような予想ですね予想、はい、皆さんはね、誰だろう どういうまあチームによってファンがいるから、そのチームの選手を応援したいとは思ってるかもわからないけども、まあフラットな気持ちで見ると誰かなというね、ことを教えてもらえれば、ありがたいです。そうですね、楽しみですね。まあでも本当にあの今年の新人は楽しませてくれてるよね、セ・リーグは、セ・リーグもパ・リーグもなんだけど、だから非常に頼もしい、はい、またなんか歴史を作りそうな選手たちが、まあ、いっぱい入ってきているということだよね。はい、はい、